はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、ザンボット3の聖地焼津市を擁する静岡県からお送りさせていただいております。1977年放送の無敵超人ザンボット3、前の動画で超合金魂のザンボット3の方はもう皆さんと一緒に遊んだんで、今日はキングビアルで行きたいと思います。とはいえ、このメカはあんまり立体化がされてなくて、僕はこのかつてロマン堂から発売されていたソフビキットのキングビアル、これを今日はご用意しておきました。でこれはソフトビニール製で組み立てが必要なものなんですけれども、この組み立て自体は以前撮影してあって、これがその時の映像なんですけれども、ちょっと組み立て前の状態もお見せしたいと思います。これはビアル1世2世3世の3つのキットを組み立てると完成するんですけれども、こんな感じのパーツ構成になってて、一応塗装済みなんですが、一部自分で塗った方がいいところがあるんですが、今回僕は完全にそのまま組んでる、プラモデルで言ったらパチ組みで組み立てちゃってます。とはいえ、一部パーツをカットしたり成形しないとまともに組めない部分もあるんで、そういうところはちょっとだけ頑張りましたけど、基本的には、細かいことは気にせず、もう急いで完成することだけを目標に、休みの日1日だけで、とりあえず形にしたっていう時の映像です。だからちょっと見た目お見苦しいところがこの後出てくるんですけれども、このソフビキットを素で組んだら、ありのままの状態だったらどうなるかをご披露したいと思います。一部こうやってカッターで自分で加工したりしながら、組み上がった状態がこちらです。さあ、ここから現在の映像、駿河湾の海底に隠されていたビアル1世、ここね、合体の時に使う、パーツがちょっと歪んだりしてるところもあるんですけども、それもね、あの時そのまま組んでます。いつも通りとりあえず形になればいいやっていう程度のモチベーションなので、3体共通のなんか飾りやすいのかどうなのかよくわからないスタンドがついてます。こんな仕上がりですけど、この調子でビアル2世3世と進んでいきますよ。今回も動画のラストには恒例のお絵かきコーナーご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ていてくださいね。で、気に入っていただけましたら、またチャンネル登録やグッドボタン、あとツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。続いてビアル2世、ビアル2世は東京湾でしたっけ。これはこの後ろの翼だけ、ちょっと赤い塗装を足してあります。切り取った跡が思いっきり残ってたので、この2世はだいぶカッター使ったような気がするな。でこのダボがあと2本余計に付属してるんですけども、これは実は合体の時に使います。で次は諏訪湖の底に隠されていたビアル3世、これちょっとね、見た目的にしんどい部分が実はあって、こことかね、本当は塞がなきゃいけないんでしょうけど、僕めんどくさがってて、いつかやろうかなと。で合体の関係で結構自分で切らなきゃいけないところがあるんですけれども、ちょっとうまく合うように調整しなきゃいけないところが、いくつかあって、その辺はちょっと頑張らないとうまくキングビアルになりませんので。とりあえず3機形にはなりましたが、ご覧のように、こだわっていくと結構回収しなきゃいけないところが、あると思うんで、これから組む方で、こだわって作ろうという方がいらっしゃったら、参考になればと思います。いらっしゃらないかな。じゃあここからは3機を合体させてキングビアルにして遊んでいきます。というところで、ちょっと合体に必要なパーツ、これなんですけれども、これ後で使いますね。あとは2世の時にも説明したこのダボ、この2つは、この後いよいよ使います。じゃあまずはビアル3世の方の合体準備から。これ後ろのですね、ブースターのパーツ、ここは取り外しです。こうやってスライドして外して、でこれは使いません。でこの接続部とかは、自分でカットしなきゃいけないところです。一応ガイドのラインとかは入ってますけど。で次、回転させて下に、これで合体の準備が完了。
そしたらビアル一世を後ろから差し込むんですけど、このね隙間にうまく合わせて、でスライドさせます。この辺もちょっと調整頑張らなきゃいけないけど、うまくいくと気持ちがいい。できました。そしたら今度は先ほどのパーツを艦首の下の部分に取り付けるんですが、この取り付け方法はね、各自自分で頑張ってくださいなんですけど、僕はこの位置に真鍮線を突き刺して、でこれで抜き差しできるようにしてあります。目立たないとこにしようと思って、結構がっちりついてますよ。そしたら次は VR2 世を左右に分離します。そしたら余りの2本をこのね残ってる穴のところに全部刺します。でここで注意点、こちら側だけこのダボはこの前の方の穴に移しておきます。こうしないと接続できません。でこのね穴の位置を合わせて、1世と3世のはめ具合も2世の穴の位置に合わせてます。で反対側もこのように取り付けて、さあこれで完成かな。できました。ちょっといびつなところあるけど、その辺は皆さんの心の目で補正をお願いします。いやーこの合体パターン好きですよね。劇中だと中盤とか、分離状態のままでしばらく話が進んでる時もあったから、あんまり合体シーンって多くなかったと思うけど、でも初めての時にね、なんか家族の力を合わせてマニュアル操作みたいな感じでみんなで合体させていくのがすごいテンション上がりました。なんて言いながらちょっと分離させてますけれども、このキングビアルもね、一度皆さんと一緒に遊んでみたかった、キットなんですけれども、ちょっと自分語りさせていただきますと、やっぱり僕この動画を撮りながら、みんなどんな顔して見てるのかななんて想像しながら、楽しみにしつつ、いつも撮影しています。前回のザンボット3の動画の時も、コメント欄で結構キングビアルが話題になってる時があったんで、今回皆さんがねどんな感想をお持ちになるか楽しみです。じゃここでちょっとまた大きさを測ってみようと思うんですが、そこそこ持ちごたえはあるんですが、全長は20センチぐらいで、横もねほぼ20センチ、後ろの一番幅があるとこで22センチかな。一緒に並べるザンボット3は何がいいかなって考えたんですけど、今日はこれで、これは以前食玩で発売されたサンライズロボットセレクションのラインナップの一つなんですけど、でもちょっと大きすぎるかな。この箱は第2弾の方の箱なんで、ちょっとザンボット3は載ってないんですけど、でも僕これ結構気に入ってるんですよ。ダイタン3の方はなんか造形があんまり好きじゃなかったんだけど、これはいいかなと。ちょっとガニ股だけど、でもこんな作画の時もあったような気がするし、ちょっとね気軽にザンボット3を動かして遊びたいなんて時には重宝しております。前の動画でもコメント欄なんかで話題になりましたけど、やっぱりザンボット3悲しいシーンも多くて、このビアル1世から3世に関する悲しいシーンもやっぱり頭に蘇ってきちゃいますよね。そんなわけで今回はロマン堂から発売されていたソフビキットのキングビアル、これで遊んでみました。今回の作品、何か思い出とかエピソードありましたら、ぜひコメント欄にまた書き込んでてくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴を上げております。ちょっと返信ができてないんですけども、全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方も、どうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫。うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、いつもいつもありがとうございます。とは言っても、知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル。知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士、みんなでああだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、
ぜひより良いコミュニティになりますように皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。